はじめましての方は、はじめまして。そじゃない方は、よう、またったな、カルマです。ということで今回は、荒野行動の、少し前にアップデートが入ったんで、これをやっていこうと思います。で、追加されたのはね、メインストリートっていう、チームデスマッチだったかなっていうルールが追加されたみたいで、少しやっていこうと思います。では、マッチング開始。はい、マーチングしました。じゃあね、最初はね、なんだっけ、武器拾うのが最初だね。最初やるのは武器拾うことかと。でね、あれ ?AK ねえじゃん。あったあった、AK。AK がね、強かった。俺が、ちょっとね、数試合やってみたんだけど、やってみた感じ AK が強かった。P90 は知らん。P90 でもね、火力弱いけどね。火力弱いけど、弾数多いからね、冷静に強い。多分。で、弾は、マガジンにある分は有限だけど、マガジン界にあるのは無限だから、まあ弾無限だね、簡単に言うや。でね、このすっごい単純な、この田んぼの田みたいなマップでやるんだけどね、すごいね、あれなんだけどね、リスキル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 みたいな。でもリスキルしてるときにね、なんだっけ、無敵時間あるからね、それが、あれだね、あって、ちゃんと、まだそんななんかリスキルゲーではない感じがあって、まあいいね。おっと、どうするお前。どっちから出るんだ？オッケー、一人抜いて。で、あれかな？これ、回復はないのかな？死んでからの。死んでからというか、多分回、自動回復はないね。おっと。オッケー。お、まだいる。まだいたように見えたな。おっと。ほら、ああいう黄色く光ってるのは、あれだね。まだ、だっけ、無敵時間中のやつだ、まだ。まだ無敵時間中のやつ。赤いやつはまだ大丈夫なやつ。はい。あね、スモーク越しに戦うのはね、やめた方がいいよ。俺はね、BF5 でね、スモーク越しの戦い方はね、心得てるんだ。やば。これはちょっと心得てなかった。あそこで芋ってんのかな？オッケー、一人やって。あー、無理か？機銃使うか。どっちがリスだこれ。おお、そっちがリスだったか。見てなかったな。見てなかったというか、把握してなかったな。え、てか、なんでそっちがリスだ。違う、リスじゃねえな、こいつら。やば、P90 使いづれ。割と難しいぞ。3人称のチームデスマッチなんか、なかなかやる機会ないからな。FPS だとね、割とやったりするんだけど、割とやるというかね、FPS だとね、チームデスマッチがメインだからね、俺のメインの好きなルールは、チームデスマッチだから、おっと。割と FPS だと立ち回りはわかるんだが、FPS はわからん。なんか落ちてない。なんだこのペンキみたいなやつ。おっと、キル取られた。おっと、何やってんだ、お前。持ってんちゃうぞ。おっと、やばい、黄色いやつ来た。黄色いやつは赤くなるまで撃てない。赤くなったな。赤くなった瞬間、俺の餌食。わかるか？はい、出て、と。あ、クソエム。腰感度クソ高えな、これ。ちょっと感度落とすか？これ自動回復ねえのかな？そろそろ回復してほしいんだが、俺の体力。あれ、でも回復してる？回復してるような、してないような、ようわからんね。あ、そうか。体力回復してんのかな。自動でじわじわ回復してるような感じはないね。倒したら回復とかかな。自動回復欲しいな。チームデスマッチだとね、連戦きついからね。いや、ないやつは。あれ、なんだっけ。あれ。自動回復ないやつはきついからね。ロード挟んで、おお、めっちゃいるじゃん。上のやつ一人やって、こっち見たけど、今味方が行ったからこっちをやる。おい、ちょっと待って。え？あー、びくった。終わったのか。勝ったか？勝ったのか。お、俺1位じゃん。お、俺1位で勝ってるじゃん。でも、キル15か。もう一戦行ってみよう、もう一戦勝った試合を動画にする。そして俺は強いとみんなに言われる。言ってくれるほど見てる人がいない。はい、じゃあもう一試合やっていこうじゃないか。じゃあね、次はね、アサルトライフルで戦ってもね、正直面白くないからね。なんかいつもの荒野行動みたいな感じになるじゃん。
だからね、やっぱこういう場所でこそね、輝けるショットガン使おうじゃないか。やっぱね、俺、あれだから、COD BO2 か、BO2 で初めて金武器にしたのは、あのショットガン。で、BF4 で一番キルデが良かった武器は、ショットガン。やっぱね、俺、ショットガン最強だからよ。俺、ショットガンの使い方は知ってるぜ。角で持ってバコンって撃っちゃいいんだ、敵に。敵に胴体一撃当てるだけでいいんだぜ。あ、でも TPS だからな。FPS だとね。ほんとね、え？